はい、皆さんこんにちは。こんにちは。プンチンです。兄貴です。よしです。さあ、うん、これが最後のローリングコミチンですよ。あ、マジで。マジで。そこから、うん、多分、うん、目標としてはパート100ぐらいを、はい、終わろうかなと思ってるんですけど、うん、まあ、オープニングを撮るのはこれが最後なんで、今日いった意味では、うん、このローリングコミチン、うん、鹿の目に焼き付けそうだね、はい、涙なくしては見れんね。で、前回の、パート95、はい、から、その96にかけて、はい、壮絶なる裏作業をしまして。おマジか。いつも以上に十数時間かけて、うん、マジで何が集まりましょう。まず、うん、まず見てほしいのが、うん、この見て、この下2個が動かないでしょ。下2個が固定されてるでしょ。スーパーリングプラス3のこれがめちゃくちゃ大変で。あ、そう、まあ、そうだろうね。これが、うん、まあ、もう一回おさらいすると、うん、眠り混乱毒猛毒幻惑麻痺1回休みを、うんうん、50% で防ぐ、うん、まあ、プラス3に全部してあるんで、うん、はい、これを2つ装備することによっても 100% なんですけど。あ、なるほど、ね、これがですね、うん、4つ、うん、その材料が必要だったんですよ、4種類、うん、はいはい。でその1種類だけは、うん、盗むでしか手に入らない。ああ、はいはいはい。マジか。あのグレンの大木っていう、ああ、はいはいはい、あると思うんですけど、はいはい、あれが1個作るのに3個。マジで3個なんで、うん、8人分 8×3×2。 なるほど。もう天文学的な数字です。48。天文学的な数字です。天文学的なのね。盗まなかんで、まあ、そうなんですよ、うん、その盗める確率からすると。本当だよね。何回盗むをこうしたことか、これ一つ取っても、はいはいはい。あとは他にもね、この辺のカーブとかも全部プラス3になってる。そうなんですよ。すげえ。打ち直しできないんで、うん、あ、そっか。これは何、そのもう一回ネルセンの試練行ってレシピもらってからとか、うん、ああ、そういうことか。ホブラのとこ行って、うん、まあ、作り直してとか、そういうやつですね。あ、そうなんだね。小道はまだ右手左手、もうちょい、うん、うんうん、もうちょいこれができる。なるほど。やり込みができる。もうちょいだけ伸びしろがある。はい。で、神に関しては、海賊王の帽子っていうのを拾ってきました。うん、おお、あ、かっこいい。なんか、あれ、帽子なかったでしょ、お前。なかった。うん、バンダナみたいな、うん、これが、うん、ナギムナ村の、うん、なんかイベントというまでもないんですけど、うん、イベントなんですけど、うん、まあ、村長さんからパッともらえるやつ。あ、なるほど。なんで、まあ、裏でパッと集めてみたいな。プラス3にして、うん、なんか破天のガチリン、ガチリン、ガチリンって、これが、うん、めっちゃオーラ出てるんだ。そう、後ろに持ってるでしょ。覚えてる。あ、かっこいいっすもんね。かっこいい。これ前、ネルセンの支援でレシピだけ拾ってたんで、うん、ちゃんとやってきました。うわー、すげえ。あとハイパーノバになれば終わりっていう。なるほど。感じです。スーパーの上があるんだね。はい。なるほど。で、次マルティナ。この辺は一緒ですね。マルティナもやりましょう。うん、もうね、エンマが、うん、何やちゃんやから終わりです。あ、まだ上があるの。はい、まだあります。最強のやりって書いてあるけど、はい、まだ上があるから。ブレイブは完成しますね、これ。おお、すげえ。もうこれ以上ない。ないですね。かっこいいな。かっこいいですね。ジ・英雄王。ガッチガチですよね、もう。すごいね。あのパッチワークから。はい。はい、すごい、ね。パッチワークね。パッチワークやったらね。脱いだら不遇の時代がもう、ようやく抜けてたね。はい。ブレイブ、完璧です。スーパーブレイブです。これ以上ないですね。片手剣が結局強かったんだね。そうですね、超ハヤブサ切りがなんか結構ダメージが良くて。そうだね、うん、これかっこいいです。素晴らしい、かっこいいね。これがやっぱ光の体型になると、うん、バランスあー、なんか色的にね。ね、うんうんうん、じゃあね、ありだな、かっこいい。縦ができなくなるのがちょっと悲しいな。そうですね、せっかくだから、うん、でもこれだね。まあやっぱりね、しっくりですね。オッケー。で、デモニカさんもトコシエで完成しました。めっちゃかっこいいね。シリーズなの。うん、トコシエシリーズだし、完成してる。ノースリーブ。うん、ノースリーブ、うん、あー、なるほどね。肩出しルックで、はい、道場にこの格好はちょっと兄貴魚体が止まらない。そうですね。めっちゃ悪いわ。で、セイヤさんも完成してます。あ、そうなんや。うん、精霊音タクト、時の王爵。うん、時の王爵、あ、これ言いましたっけ、この前。いや、これはこれは、錆びた王爵かなんかを、お
ラムダの、うん、ラムダ一族のあの、うん、族長さん、うん、はいはい、まあ、普通に話しかけるだけもらえるんですよ。え、錆びたやつ。あ、錆びたやつだね。で、時の王爵のレシピをこの前ネルセンのところで拾ったんで、うん、それによって、うん、あーなるほどね、こっちにあの進化した感じして。あ、そうなんだ。で、聖剣のサークルとローブ、うん、この辺をちゃんとプラス3にして。なるほど、打ち直しました。すげー、かっこいいや。あと戦闘も、もう一個はローサがちょっとかっこいいだ。はい、アポロンの香り、カンブリアあったんですけど、ゼウスのマント、うん、新しくつけて、うんうん、これが最強だね。これ最強ですね。なるほど、ローサも最強。すげー。最後、シルビアさん。お、変わった。え、何これ。ピエロっぽいエトワールクラン。これが、うん、あの小さなメダル90個でもらえるレシピなんですよ。へえ。小さなメダルじゃそんなに集めたってこと。あ、200個集めましたね。マジで。あの普通に盗むで見つめたんですよ。あ、そうなの。はい。ゼルセンの試練に出てくる、うん、あのジャックポットみたいなやつから、うん、普通に盗むで盗めて、へえ。それもなんかでも全然僕ら持ってなかったんで、うん、50枚ぐらい。もうマジで。自力で集めて。すげえ。盗むで。なるほど。思わない盗むの上にこう立ってるんですよ。なるほどね。っていう感じですね。で、見たところだからこの武器が揃えば、うん、もう完璧なんですよ。なるほど。これ以上はないと。はい、防具に関しては全員揃いました。すげえ。ああ。でも一番大変なんですスーパーリングですね。ああそうだよね。なんとか大変でしたこれは。もうこれで悪い効果がほとんど効かなくなる。そうですね。すごいな。すごいな、これで完璧っすわ。じゃあこれで、うん、メルセンの試練、はい、うん、やっぱりあと2回行ってやっとそれで下巻がもらえる。ああそっか、そっかそっか。これまだ3回しかクリアしないので、うんうん、おかわりの4回目5回目を今回は。そうだね。セーニャの髪型とエッチな方、はい、そうですね。そうだね。残ったもん。その前にじゃあ、うん、結婚してきますか。ああ結婚してきますか。そうや。だって一回もまだ嫁に会ってないよ。嫁に会いに行きますか。あ、でもそれ最後に撮っとこうかな。どっちがいいのね。そのニズゼルファでしたっけ。うん、裏ボス倒して、あ、でも、そんな的に今日はこっちかな。どうなってるんですかね、もう。挙式を挙げるのかね。挙式を。あ、挙式をするのかね。式を入れたばっ、式じゃないます。席を入れただけなんで、紙を出したばっかだから。そうですよね。紙切り一枚の紙にまだ出したばっかだね。そうですね。披露宴はまた違いますもんね。そうだよね。意味が。もしかしたらあるかもしれない。そっか。すごい重い決断を。ネルセンの一存で、ね、ネット越しに結婚したみたいな。通信空手やってました、ね、俺強いよみたいな。 そうだね。そんな感じだな。実感が湧いてないのね、まだ。そうですね。エマにとってはみたいな。うん、エマはでもずっと、そうや、エマは思いみたいだね。はい、ここにあるのかな。どっちだっけ。自宅か、こっちか。あれでしょ、だから、でも同棲してる。プロポーズのやりたい要素も LINE でやったみたいな、そんな感じ。LINE? サイバーやで。すごい、なんか。学びですね。どうだろう。自宅にもしかしたらもう待ってるぐらいじゃないですか。なるほど。帰ってきた。ああ、え、おかえりなさい。あ、あなた、うふふ、ちょっと照れくさいな、小道のことされるのって。一緒に寝ようじゃないか。二つあったでしょ。あれペルラ母さんです。あ、ペルラ母さん呼ばれるの母さん。はい。めっちゃなんか嫌だな。お袋隣。ペルラ母さん、結婚おめでとう。あ、称号がもらえた。昨夜はお楽しみでしたね。トロフィーをもらえた。すげえ。ドラクエ1やん。そうなの。そうそうそう、ドラクエ1はそうなんでんの。そうですよ、姫様と。キャドレントマン。へぇ、すごい、なんか、楽しいです。考え深いもんだな。なるほど、なるほど。あ、もうペロ母さん別棟に住んでるかもしれないですね、じゃあ。さすがにそうだよね。おかん隣におったらね、おかんこの、ちょ嫌だな。なんか、離れに住んでる。ここはかぼちゃと共に、かぼちゃを枕にして。首痛くなりますね。本当っすね。でもなんか式とかはないの。そんな
あ、もうもしかしたらエンディング後とかにあるのか。なるほど。ああ、なるほど。わかんないけどね。サムネ用のなんか、昨日は お楽しみでしたね的な感じの、うん、やったのか。隣に立って撮らないと、オッケー、こんなポジション。そうだね、ああ、そうそうそう、あ、いいや、いろんな角度で。あ、いいっすね。あ、すげえ、見つかってる。青いやつ邪魔だな。青いやつ、ちょっとなんか、ね、消しとくか、消しといて。青いのだけあったね、今エヴァはいなくて、青いのだけ。すげえ、まず後ろにベッドだね。後ろにベッド。よし、俺がですよ。なんか、適当にサムネにあったよ。よいしょ。じゃあ、うん、結婚も終わったことですし。行きますか。そうだね。だいぶあっさりしてました。あっさりしとるね。でもなんか裏人に話したら祝福してくれるよね。そうですね。ああ、かもしれないです ね。さあ試練か。あと2回どこでもいいのかな。ああ、どこでもいいかもしれないですね。でも、うん、多分一番簡単なのは右側ですね。あ、そう、最後、はい、短い。あ、もうだってあれ空いてるんで。あ、そっか、スイッチ押された状態なんだね。あ、そうなの。はい、めちゃめちゃ早いです。そっか、試練でもない作業。作業ほぼだって完璧装備だもんね、最強。そうっすね、うん、で、一応計算して、うん、素材ももう全部足りるようにしてあるはずなんで。お、あ、そうなんだ。はい、もう集めに行かなくていいように。素晴らしい。なんかその作業の部分はもう見せたかなって。十分ね、うん、前なんかあったもんね、作業パートあったもんね。ありましたね、盗みに行くだけの。あ、ありました、ありました。またかってなる、うん、そっか、うん、6軍王たちと、うんうん、もう一回戦ってるみたいな感じですもんね、今。そうだね。そうですね、うん、最初はドクロの剣士と、うん、キラゴールドと、あ、出てきたね。あとカジノのやつでしょ。うん、うん、そう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 、あのキラフープみたいな。あ、この人。あ、そうですね、うん、形したやつ。あと、あとはあ、ダークドレアみたいなやつと、うん、はいはいはい、フールフールだ。あ、フールフール。あー、そう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 。あとホメロス。ホメロスだね。ホメロスはでもホメロスだ。あと、あいつや、ホメロスは6本束ねるやつだから7人目じゃん。あ、そっか、違ったっけ。あれ違う。あ、違う、シルバーオーブやから。シルバーオーブやね。そっか、あれレッドオーブのさ、あの海のやつ持ったんや。あれ倒したはず。あれ倒した、でっかいやつ。でっかいやつ、うん、倒したね。倒しましたよね、うん、ジャコラ。うん、なんじゃこらって。なんじゃこら。そっか、フルフルってオーブでしたっけ。あれ別じゃなかった。あ、オーブじゃねえか、あれ多分違うかも。本当に本当に。これで違ったこれ。こいつ乗って4回まで。なるほど、光ってる。みんな予想を言われてるね。そして強すぎるね。本当ですか。見てでも見てて。で、初手のあの神が強すぎる。あれでもみんな虫の息よ。本当っすね。うん、早いこと終わりそう。行くだけ、上がるだけやもん。なんか前にそのカムがなんか暴走するみたいな連携技ありましたよね。ああ、はいはいはい。あれやったらどうなるのか。そうだね、やってみたいね。あれ誰の連携やったっけ。ね、セーニャとコミチンと、うん、はい、
ないな。うん、あ、ビーストード2回に増える。ハハハハ、ほんとっすね。ブースにして誰かの使うのって。あ、下にも、下にもあるスタモーあったあった、誰からも使う。神が分身してから違う、メーカー2回攻撃。うん、2回攻撃で攻撃力がアップするから、その間は、バイクがかかった瞬間。やば。何回攻撃するの ?6 回っすか ?6 回かける、デュアルブレイカーが。何じゃん。わかんないっすけど。攻撃力も超アップ。ああ、で、攻撃力も上がるってことか。それ見てみたいっすね。うん。ラスボスやったら。ラスボスやりましょうか、ちょっと。ねえ。あ、そうっすね。うん。で、マダンテ打って、あ、クロスマダンテ。に、2点で終わるやないか、これ。マジで。あ、まあ、でも、そこまで行くまでかかる。ってことは、手数。そうっすね。コミチン、カミュセーニャ、ベロニカ。この4人。この4人で行けばいいのかな。インスタル効果も、敵力が取るよね。そうっすね。からもクロスマダンテ。フフ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 。おお、バラクの使用者たち。タッチ。片方だけ目が赤いよ。あ、ほんとだ。違いますね。ねえ。あ、混沌と絶望ね。へぇ、ちょっと分身していきましょうか。うん。あれ、オーブ持っとったのにこんなんおった。あ、いました。あった。天空魔女だって。あ、そっかそっか。ガリンガでしたっけ。あ、そっかそっかそっか。なんか、あ、守備力上げまくったっすね、それは。ああ、ガチガチにして。そうそうそう、いいことをケアもして。うん、無双してましたもんね。うん、マギーするかもしれないですね。しないですね。あ、そっか。スクラッとしたかな。あー、かも捨てに。あ、捨て身からも。ねえ、もう脳筋でいいんじゃない。危なくなったら電話まず。あ、いいか。あー、こちら。あら。あー。捨て身が効果ないですか。分身が上がった。分身もですね。で、グレイグの威力だけ高いました。それは消えるんです。うっそー、最悪や、それ。マイタウンやってこうやな、さすがに。これも来たもんね、あの、竹にも。わぁ、すげぇ。めちゃくちゃ強いやん、すごい。おぉ、しゃくり上げられた、頑張った、頑張った。さぁ、あと別に、こっちにやろうかな。絶望が、鉄稼働してるよね、こっち。おぉ、最後。あ、まあ、今硬い。硬いな。左の方がいいか。あ、呪文が効くのかな。あー、なるほど。硬い。あ、しまった。ベロマジか。あ、やっぱそうっすね。そうだね。じゃあ呪文だ。あ、じゃあいく。わっ、わっと。スカージュいっぱいあるの。全然大丈夫。しかも前回減った。もう無心っていうか。いや、1回しかできないですね。そうだね。
まだ。あ、ちょっと待って。急すぎ急すぎ。急すぎ。あ、ちょっと舐めすぎた。まあ、あれが来る。ガトも呪文に弱いっぽいですからね。うん。二人はプリキュアで。変身するもんね。はい。うわ、ダメでしょ。え？ね。プリキュア最高、最強や、ね、最強説です。50って何手で終わった10年お、やったぜ。一の方も欲しい。隅に置けぬが、こればっかりは仕方ある前このままに足したの。ありがとうございます。エマさんが降りつつ、私はこの前誰も言ったら、ほっておりの一の方だ。飲んでくれ。おお。あ、次来た時にさらに、あ、やっぱじゃあ、ホメロス的なやつがいいかな。そっか、最後はホメロスっぽいんで。ルールはじゃあ6問じゃなかったな。うん、そっか。一番強かったけどね。あれはね。あ、回復してる。おお。帰ってきたら全開なんだ。うん。ホメロスってことは1体。そうか、じゃあマルティナじゃないのかもしれないですね、サイクロは。なるほど。そのラスボスがどういうかっすね。あーあー、だよね。ユーモーガみたいになんか二手に分かれてたりすると、ああ、確かにね。なんかありそうじゃない、うん、ダグドリアムっていうのはミルドラスとかさ、うん、デスタムーアとかさ、右手左手とかあったやんか。あー、デスタムーアとか。あ、なんかすげえ懐かしいなと思います。これはなら、神のゼロプレイカー、パイプ使いますね。クロスカードとか。それで、あの、エッジの方もなんか装備とかできるの？装備なんすか、これ。なんだろう、何に使う？あ、装備なんだ。お、へぇ、集中力が高まる。ネルセンの愛読書。へぇ。あ、でも、表紙、ロー様が乗ってたやつだ。あ、あ、なんだ、コミチンとローだ。あ、やっぱ血は争いみたいな。あ、敵一体も一つ。そうなんだ。一応その、道具としても使える。あ、てか火事できたと思う。あ、火事できたんや。プラス3までいけるよ。はい。内容が変わるわ。内容が打ち直すの。打ち直すの。そうでしょ。ページを足すんじゃないの。足す過筆ですか。髪型を、あ、髪を切るやったっけ、せいじゃん。ああ、髪髪の、ああ、アクセやないですかね、じゃあ、まあ。ああ、そっか、アクセつけたら髪が短くなるんですね。本当だ、それでアクセは結構圧迫されたらたまらんけど。帽子かな、じゃあ、収録低いやん。確かに。どっちにしてもやば。うん、いやね、だってロングの方が良かったって人も多いかもしれないしね。そうですね。下巻手に入ったら絶対単発にならなかったとか。ああ、なるほど。あ、下巻とそれはまた違いますか。あ、そう。はい。下巻は下巻、髪型は髪型。髪型はだって お願いじゃないですか。あ、そうか。下巻は全部あ、そうかそうかそうか。癒やしたのほう種の皮。左戻って入ってきます。あ、そっか。 MP の3倍らしいよ、これ。あ、なるほど。クロスは、聖女も含めたその MP の3倍。あー、足してかけさみたいな。不思議な木の実たくさん食った方が威力上がるみたいな。なるほど。
強いな、バなんて。そうですね、ドラクエ6で初めて見た時、衝撃とイベントで覚えるんですけど、あとまた今更最強呪文みたいなさ、あったよね、あのタイミングで。そう、覚えるにしては異常な強さでしょ。あ、そう最後、最後に最後にでも最強でした。あ、そう、マダンとエルフになります。マダンとエルフになります。あの頃はでも明確なその何倍とかじゃなかったよね。確かどうかな、確か、MP は全部使うんですけど、そう、何千とかそんなにいかなかったはずなんで。あ、そうなんだ。分かんないです。 1. 点何倍だったのかもしれない。分かんないですけど、そんな化け物みたいなのが強くてなかったですね。最初連携で2000台出てきましたね。あー、そうですね。ギガバーストかな。これでいこうかな。最後、最後、ちょっとやっぱ1対1コメロスだと思うんで、1対1をちょっと楽しんでみようかな。了解です。アメリカさん、あ、ちょっと亀のブーメランが探検の方がいいけど、探検全然育ってないんだな。マルチな、マジで冗談です、冗談です。今回もどうせホメロスでしょ。濃いよね。